あ、待って待って待って、なんでこんな当たんないの。いや、まあ、いやいやいや、おかしい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 、そんなことある。お、コンバインへようこそ。忘れなく、リモートでリスタート。はい、久しぶりのフォートナイト、1ヶ月ぶりぐらいかな。で、期間限定のやつで、コンバインっていうね、なんかターゲットを壊して、その、何？ターゲットを撃破して進めみたいな。で、なんか、何？めっちゃもらえるんだけど、これ。で、なんか、競えみたいな、秒と書いてたから、最終タイム、0秒で、30個ターゲットがあるってこと？じゃあ、その30個のターゲットを、何？素早く壊したら勝ちってことかな？とりあえずやっていこうか。この何？武器は、もう初めからこれ何？拾っといた方がいい？こういうスコープの武器は。こうしとこうか。とりあえず行こう。え？いつ始まるのこれ。ここ行ったら始まる？え？待って、どういうこと？倒せってことこれ。これ倒せばいいの？こういうこと？オッケー。切るた。何？意味わかんない。倒せばいいの？あ、ショットガンの方がいいこれ。はい。こういうこと？はい。これも単純に俺のエイムの練習になる。はい、いいね。あ、で、終わったくね？え？まだいる？いる！はい、オッケー。これで？あ、で、区間。あ、そういうこと？こういう系のミッションがずっと続いていくわけね。あ、これショットガンマークだから、ショットガンが有利です。ってことね。オッケー。任せろ。オッケー。よいしょ。あ、こいつ！よっしゃー、170。あ、待って。危ねえ。オッケー。で、進んでって、ここでも全部近い。ん？左湧いた？待てよ。はい、オッケー。こいつら体力少ないな。あ、下手。待て。ちょ、待て。オッケー。よっしゃ。オッケー。で、次はどこ？これ下？え？わかんないんだけど。下か。下に、うえい。オッケー、よし。あ、周りにいるわけね。オッケー。あ、あれ？発射しない。オッケー。はい、オッケー、よし。で、終わり？オッケー。これが、あと何個あるの？もうベスト更新。今1分16秒でしょ？え、何あれ？何これ？セミオートスナイパーライフル。スナイパーをゲットして倒す。あ、そういうこと？ 25 メートル。オッケー。あ、いいね、この、書いて。あ、待って、こいつら腹立つ。クソ腹立つ。腹立つ。この近さなら別にさ、アサルトでいいんじゃないの？こっちでいいでしょ？別に。素直で狙うような距離じゃないじゃん、これ。わ、これだま、え？何あれ？おー、オッケー。待って、何？こういう競技見たことあるよ。なんか横から飛んでくるやつ。これスナイパー、完璧に、ダメじゃん。砂じゃなくていいじゃん。アサルトで届くじゃん。え、これは？ジップラインに乗って発砲ってことか。ジップライン使用して。え？いやいや、待て。あ、待て、俺ショットガン。あ、待て。え、待て。あ、え？これさ、ジップライン乗んなくてもよくね？え、待て。これ、抜け道だらけじゃん。え、いいよね。え？ジップライン意味なくね？これ。なに？さっきから別にやんなくてもいい言葉。え？何あれ？書く。あ、道よってこと？待て、え？ちょっと待ってね。はい、床。あれ、床。何のこと？床。はい、床。え、こういうこと？え？どういうこと？敵を倒すってこと？いいの？いや、よくないぞ。あと5。5。え？足音はする。下？え、待って、どこ？上、あ、上か。そういうこと？バカじゃん。これ、階段とか、作らしちゃダメなんだって、これ。今、フォートナイトやってるけど、これ作ったらダメなの。作る系は俺、フォートナイトダメだから。でもこれ、行かなくても別に良くない？これ、別に作んなくてもさ、ある程度高いところにいれば全部当たんじゃん、これ。こういうことでしょ？ん？あとは？どこだ？え？あとは？え？え？建物は？ 1、2でしょ？ 3 で？ん？ここ、え？あと1人は？え？どこ？ここ、あ、いた。こんにちは。オッケー。こういうことね。あれ？ここ通んない？いや、通ってんな。いや、たまたま当たってないだけで、俺が下手なだけ。オッケー。あれ？はい、オッケー。よし。これで、切るったね。よし。いいよ。ちょっと作るのはね、苦手だから、あ、3分。あ、でも、言うてまだ3分だけ。え？何これ？あ、おめでとう。おめでとうってこと？ Welcome to the Combine。はい、勝ち？あれ？あ、待って、始まった。あ、そういうこと？さっきより早くやるってこと？あって、一回じゃん。そのさっきのやつを理解した上で、もう一回やってみよう。多分、今3分ぐらいでクリアしたよね。3分ぐらいでクリアしたから、
これ逆にピストルとかの方がリロード早くていいかもね。いやそんなこともない、リロード早いよね、でもピストルの方が。でこっちに1体いるから、オッケーオッケーオッケー。これで何分狙おう、区間32でしょ、オッケー。これでもう更新で、ここショットガンで行ったけど、正直ショットガンで行く意味あんまないと思うの。このリロード遅いし、もうこういうのだってね、連射した方が絶対当てやすいし、よしよしよし。これピストルの方が絶対有利。お、待って、あー詰まった。ろうそくが腹が立つ。ろうそくが腹立つ。よしよしよし。もう湧いたらすぐやる。湧いたらすぐやる。で、もう道も理解してるから。オッケー。え、あ、あれ、あれ、あ、これ周りのやつか。周りのやつ、周り倒して、ここも周りを倒して、で、ここリロード、あ、リロードする意味あるのこれ。あるか。で、ここ倒す。オッケーオッケーオッケー。よし。で、これで行くと。オッケーオッケーオッケー。で、区間は、あー3秒だけ。でもまあ更新してる。で、ここでスナイパーを拾えって言ってくるけど、このスナイパーを拾う意味は正直ないと思うから、ここは全部アサルトでやっていく。よしよしよし。あれ？あ、死んでねえ。あっはっはっは！バカ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 ！よし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 。もう俺のアサルトを取るんじゃなーい！オッケーオッケー、リロード挟んで。ここ、ここ、待って。ここ、まあ、弾を大事にした方がいいな。これ、外しすぎ俺。で、あこうか。あ、で、上のフリスピー部隊。上のフリスピー部隊をやっていく。あー、当たらなーい。オッケーオッケーオッケー。あと1体、あと1体。あれ？あ、来た。で、オッケー。で、終わり？よし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 。これはだいぶ早いんじゃない？あの、砂を拾う、あれがないから。あれ？そうでもない。最初より遅いなんてことある？ここでもジップ、あ、あれ？ジップ乗って、早いな早いなー。オッケー。よし、オッケー。おー、すげえ。あ、ダメ、オッケー。よいしょ、オッケー。よし。で、行くと。これ早いぞ。これは早い。これ確実に早い。最初より絶対に早い。何秒？お、いいね。2秒ぐらい。で、ここはもう種が分かってるから、もう先に上に行って、で、いるでしょ？あれ？あれ？で、あれ？なんか当たんないんだけど、あれ？待って、下手？下手？下手なのか？あいつ上手すぎん？あいつが上手すぎるだけ？あいつ無双転生状態？待って。あいつ待って、なんでこんな当たんないの？いや、おかしい、そんなことある？待って。これはおかしい。これはおかしい。何あいつ？あいつの回避能力エグすぎ。こうして、で、これで、まあ、木はいっぱいあるから、で、ここから、あいつらがさ、あの、かわすんだよ、意外と。よし。で、倒すと。で、ここに階段作って、ここにいるから、これも倒すと。オッケー。で、ここに、あ、階段作る意味あんまなかった。あ、やばい、何やってんの、俺。で、ここ、これね、この階段作って、この至近距離ならさすがにやれる。で、あとはここから、こう打ったけ。オッケー、よし。これ絶対早いわ。あれ？あ、違う。こう。そう。よし。これ絶対早い。どんぐらい？いいね。20秒縮めた。あ、これで？勝ちか。どんなもんよ。え？前の記録とか見れないのこれ。ベストスコアが3分10秒88でしょ？で？前の記録は？俺の1個前の記録とかない。ないか。でも3分20秒ぐらいだったっけ？まあ、でも、まあ、更新できちゃうんじゃない？1分5秒とかなの ?1。1分5秒でこれいけと。やっぱこれ使うのかな、インパルスグレネード。これ使ってポーンってやっていくの。インパルスで一撃で死なないでしょ、ちょっと試しで。ほらね、飛んでいくだけだよね、これ。飛んでいくだけだよね。じゃあやっぱ上手い人みんなヘッドでポーンってやっていくの。あ、ダメだ。ダメだ。やっぱね、ヘッドを当てる練習しないと、フォートナイトダメなんだろうね。勝てないんだろうね。こうやってジャンプしてる敵にも当てれない時代で、普通のオンラインプレイヤーに勝てるわけがないということですよ。よいしょ。これもピストルね、当たんないという。この、こういうジャンプされたらもうダメだ。よし。で、こいつを倒そう。こいつ倒して、よいしょ。あれ？よいしょ。オッケー。とりあえず、ここまでにしておこうか。多分、これ以上やっても、俺の記録はもう伸びないでしょう。今ね、で、どれぐらいだっけ？ 3 分10秒か。3分10秒で。だから、この5個を、まあ、やれたらいいんだろうね。だから、遠距離と、ジップラインが遅かったから、ここがどうにか速くなればいいのかな？まあ、とりあえず、コンバイン、久しぶりのフォートナイトで、やってみましたけど、まあ、全然当たんないね。クソ下手だったわ。まあ、別に1ヶ月経ってなかったとしても、これぐらいの記録しか出らないだろうけど。まあ、腕試しで、トレーニングとして、まあ、やってみてはどうでしょうか。苦手な方はね。まあ、苦手じゃない方もね。まあ、普通にやったらすげえいい記録出ると思うから、まあ、挑戦してみてください。で、ご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。